大学排水は北海道長沼町にある人工河川、千歳川に注ぐ。合流点近くには北海道道967号馬尾いげや北焼き品野線の大学橋が架けられており、橋のたもとには大学橋記念公園がある。昭和時代の初め頃まで長沼町と千歳市の境には蝶戸沼があり、その周辺は低地であった。 そのため大雨が降ると、沼は氾濫して、付近一帯の田畑を水浸しにしてしまい、農民たちを悩ませていた。水害対策として考えられたのが、余剰な水を千歳川へ排出する流路である。また、北海道庁長官の戸塚九一郎は、運河を造成することで、日本海側の石狩川川口から、 太平洋側の遊仏川、川口までを巨大水路で結ぶという壮大な構想を抱いており、海軍もこれに注目していた。目的こそ異なるが、水路の建設という点で、突塚の計画は農民たちの希望と一致していた。一方、日中戦争が長期化していた当時の日本では、まだ徴兵を免除されていた学生たちが国家に尽くす機会を求めて、 学生義勇軍を結成し、各地で勤労奉仕に従事するという運動を起こしていた。彼らの話を聞きつけた地元農民代表の宮北三七郎は、義勇軍誘致のため単身で道長に赴いて、土地改良課長と自家談判し、かまども家も提供するという約束をして、了承を得た。こうして太平洋戦争が始まる。 直前の1941年7月、日本各地から集まった約280名の大学生が、島松駅経由で現地入りした。学生義勇軍の目標は、長戸沼と千歳川を結ぶ、幅20メートル、長さ1.2キロメートルの排水路の掘削である。彼らは、宮城田宅の倉庫や小屋に宿泊しながら、作業に当たったが、重機などない時代ゆえに、 自らの腕でスコップを振るわねばならなかった。3週間をかけて、屈削できたのは500メートルだった。その後、日本の戦況の悪化に伴い、この工事に参加した学生たちの多くが戦地へと向かうことになった。戦場で命を散らし、帰らなかった者も,も少なくない。排水路は戦後になってから残りの工事を引き継いだ北海道によって完成したが、その名はいつしか、 大学排水と呼ばれるようになった。最終的に、蝶と沼の干拓は成功した。だが、石狩、湯仏運河構想は、陸上交通網の発展とともに訴求性を失って、立ち消えとなり、この大学排水が、唯一の実現した事業となった。大学教記念公園には、学生義勇軍流館の後石踏みが立つ。ありがとうございます。